過去の火星表面の想像図、火星の生命については、火星の地球への類似性から、科学者によって長い間その可能性が推測されている。想像上の火星人は、 創作にしばしば登場するが、実際に火星に生命がいる。もし乾いたかどうかはわからない。しかし、水などの生命の生存に適した環境要素があった可能性はいくつか指摘されている。序盤にスキアパレッリによる火星の地図パーシバル・ローウェルが観測した火星の運が17世紀中盤には火星の極寒が確認されており、18世紀後半には ウィリアム・ハーシェルによって夏と冬で成長したり縮んだりすることが観測された。19世紀中盤までには火星の1日は地球とほぼ同じ長さであると、地球と様々な似た面を持つことが知られるようになった。また赤道傾斜角が地球と近く、これは四季があることを示すが一年の長さが長いためその期間は地球の倍近くになる。 これらの観測から、アルベドの小さい部分は水であり、大きい部分は陸であるという推測が強くなっていった。このように、火星に何らかの生命が存在するというのは、自然に受け入れられていった。1854年、ケンブリッジ大学トリニティカレッジのフェローで、科学者という言葉を一般に広めたウィリアム・ハーシェルは、火星には海と陸があり、生命が存在するという仮説を立てた。 火星に生命がいるという推測は19世紀後半に望遠鏡による観測で火星の運河が観測されると一躍脚光を浴びることになったがすぐに光の錯覚であったことが判明した。これにかかわらず1895年にアメリカ合衆国の天文学者パーシバル・ローエルは著書火星を1906年には続いて火星と運河を出版し運河は 大昔の文明の遺物であるという説を唱えた。このアイデアをもとに、イギリスの作家ハーバート・ジョージ・ウェルズは、1897年に、小説、宇宙戦争を執筆し、惑星の乾燥から避難してきた、火星人が地球を侵略する様子を描いた。火星の大気の分光法による分析が1894年初頭から始まり、アメリカ合衆国の天文学者、 ウィリアム・キャンベルは火星の大気には水も酸素も存在しないと発表した。1909年には1877年以来の近日天の章が生じて望遠鏡による精度の良い観測が可能になり、運河説には終止符が打たれた。1965年にマリナー4号が火星をフライバイした際に撮った写真は火星は乾燥し、川も海も 生命の痕跡もないことを示した。さらに、少なくとも、写真に写っている範囲の火星の表面はクレーターで覆われており、これは、ここ40億年の間、プレートテクトニクスや風化の作用が働かなかったことを示していた。また探査機による観測により、火星には地球のように生物を宇宙船から守る磁気圏も存在しないことや、大気圧が、 地球の150分の1に満たない約0.6キロパスカルで地表に液体の水が存在し得ないことも明らかとなった。マリナー4号による観測後、火星の環境が想像以上に厳しいことが分かったため、火星の生物探索は多細胞生物の探索から微生物のような生物の探索に変わっていった。1970年代中盤に行われた バイキング計画の主要な目的は、火星の土壌中の微生物を検出する実験を行うことだった。4つの実験が行われたうち、放射性同位体で標識した元素を用いた実験だけが優位な結果を出し、14CO2 の濃度の上昇が見られた。科学者はこのバイキングの実験から2つの事実について合意を得た。一つは、検出された十四 c o 二は、 この実験で使われた元素から生成したこと、もう一つはガスクロマトグラフ質量分析系は有機分子を検出しなかったことである。しかし、これらの事実をどう解釈するかについては大きな違いがあった。実験の計画者の一人であるギルバート・レビンは実験の結果は火星の生命の確定的な証拠だと信じていた。しかしこの結果は途中の火星酸素によって 生物なしでも同じことが起こりうるとする多くの科学者によって異議を唱えられた。またガスクロマトグラフ質量分析系は天然有機物を検出するために設計され有機分子を検出するものではなかったため、この実験のデータは生命の証拠として合意を得ることはなかった。火星の生命に関するバイキングのミッションの結果は専門家からはせいぜい決定的ではないものと評価されている。 火星は約40億年前に磁気圏を失ってしまったため火星の電離層は太陽風や放射線を遮ることができずこれらは表面の土壌と直接反応するため生物は存在できないまた低い気圧と温度のせいで一部でごくわずかな期間を除いて生命や代謝に不可欠な液体の水が火星の表面に存在できず表面から見つかってもいない 2007年、カーネギー研究所のセミナーで、ギルバート・レビンの実験の再評価がなされた。彼は、自分の元のデータが正しいと信じ続けており、対象実験も整えていた。土壌学者のロナルド・ペプは、欧州地球科学連合会議で、近年、火星の土壌から、計算円鉱物が発見され、これは、火星の表面全体で、 土壌生成が行われている証拠であるという発表を行った。ペプノ説は何十億年にもわたり火星の表面全体に水が存在し、植生や微生物の活動が存在したことを示唆した。ラファエル・ゴンザレスに率いられたソーク研究所の研究チームはバイキング計画で有機分子探査に用いられたガスクロマトグラフ質量分析系は 生物の低レベルの痕跡を探すには十分な感度がなかったと結論付けた。サンプルの取り扱い方が単純化されたおかげでガスクロマトグラフ質量分析系は将来の生物探査でも標準的な手法になると考えられているがゴンザレスらは将来の探査計画には他の検出手法も取り入れるべきだと主張している。ギレビニアストロタという形で 火星の生命が存在しているという主張は、主にギルバート・レビン、ラファエル・ゴンザレス、ロナルド・ペプラの古いデータの再解釈に基づいている。ギルビニア・ストロタという微生物の存在を支持する根拠は、バイキング1号とバイキング2号の収集したデータに基づいているものの、その分析結果は公式には結論に達しなかった。2006年、 ブエノスアイレスのボルダ病院に勤める神経生物学者マリオ・クロッコはこれらの結果に対応した新しい分類学を創出することを提案した。クロッコは境のレベルに新しいタクソンを設け以下のようにすることを提案した。クロッコの提案した分類学は学会には受け入れられず裸なと考えられそれ以降の火星探査でも 生体物質の痕跡は発見されなかった。火星からの隕石の沈着物が火星の過去の生物の痕跡を証明しているか否かの解釈については議論があるが生物学者の関心を引きつけてきた。アメリカ航空宇宙局は少なくとも57個の火星隕石のカタログを所持しており入手できる唯一の火星の物理的なサンプルとして非常に貴重である。研究により 少なくとも3個に過去の火星の生命の痕跡が認められ、火星に生命がいるという推測が大きくなった。得られた科学的な事実は信頼できるものであるが、その解釈は様々である。これまで誤解を招く報道発表等は幾度もあったが、科学的事実自体に致命的な誤りが指摘されたことは一度もない。過去数十年間で地球の地質学的サンプルに、 過去の生物の痕跡を認める7つの基準が確立されている。その基準は、サンプルの地質学的な状況は、過去の生命と共存しうるものかサンプルの年代と、層の位置は、過去の生命と共存しうるものかサンプルの中には、細胞のコロニーの証拠が含まれているか、科学的、鉱物学的な非平衡を持つ、生体鉱物の証拠があるか生物に特異的な、 安定同位体組成のパターンの証拠があるか、有機的な生物指標化合物が存在するか、サンプルに生来の特徴が存在するかというものである。地質学的なサンプルが過去の生物の痕跡と合意されるためには、以上の基準を全て満たす必要がある。 アランヒルズ84001の表面に発見された微生物上の構造の電子顕微鏡写真にある方84001は1984年12月に南極大陸で南極隕石探査プログラムのメンバーによって発見された1 9 3ラムの隕石である。このサンプルは約1700万年前に火星を離れ1万1000年前に 南極の氷床に落下したと考えられている。NASA による成分分析ではある種の生物活動によってのみしか生成しない地球にあるものと似たような自鉄鉱が見つかった。1996年にはジョンソン宇宙センターのデビッド・マッケイが生命の証拠が含まれていると発表した。その後、2002年8月、トーマス・ケップララの NASA の別チームが アランヒルズ84001中の磁鉄鋼の25%が単一の大きさの小さな結晶から構成され、生物の活動によって生成された可能性が高く、その他の部分は通常の向きの磁鉄鋼であるという研究結果を報告した。抽出手法のせいで期待されたように磁鉄鋼が砂上に生成されたかどうかはわからなかった。また磁鉄は水中で 比較的低温の二次効果を受けたことを示し、液体の水が存在したことを示唆している。また、多寒方向属炭化水素の存在が同定され、表面から離れるほど割合が多くなることが分かった。いくつかの構造は、地球上で、細菌やその繊維、複製生物からできる鉱物と類似している。また大きさや形は、地球の化石に含まれるナノバクテリアと一致しているが、 そもそもナノバクテリアの存在自体にまだ論争がある。ナクライン石ナクライン石は1911年6月28日にエジプトのアレキサンドリアに落下した。1998年、ジョンソン宇宙センターのチームは分析のために少量のサンプルを入手し、大きさや形が地球のナノバクテリアの化石と一致する水編成の跡を見つけた。また2000年には、 ガスクロマトグラフィーと質量分析による測定で高分子量の多管方向属炭化水素が発見され NASA はナクラ隕石の有機化合物の75%程度は地球でコンタミネーションしたものではないと結論付けたこの発見によりこの隕石への興味が増し2006年に NASA はロンドン自然史博物館からさらに大きいサンプルを譲り受けた このサンプルからは巨大な樹脂状の炭素が発見された。2006年にこの結果が発表されると、幾人かの外部の研究者から、この炭素は生物由来であるという指摘があったものの、炭素は宇宙に4番目に多く存在する元素であり、奇妙なパターンがあったとしても、生物由来であることを示唆することにはならないという見解が述べられている。シャーゴッティ隕石は、 1865年8月25日にインドのシェルガティに落下した重さ4キログラムの隕石である。この隕石は比較的若く約1億6500万年前に火山の噴火により生成したと考えられている。ほとんどが奇跡からできており何世紀にもわたる水編成を受けたと考えられている。内部の特徴は 生物膜や微生物群集の痕跡を残している。現在も研究が続けられている。過去に火星の表面を覆っていた水の創造図オポチュニティによって撮影された火星の岩石の顕微鏡写真。球状の物体は過去に水の作用によって作られたと考えられている。生命の痕跡を求めて火星のレゴリスを初めて試験したのはバイキングである。 NASA の最近のミッションは火星の表面には過去に湖や海など液体の水が存在したことがあったのかということに焦点が絞られている。その結果、水の存在下で形成される赤鉄鋼が発見された。多くの科学者はこれを火星の多様な地形に基づく自名の証拠と捉えたが、風による侵食や酸素の海など別の説明を提案するものも出た。 そこで2004年のマーズエクスプロレーションローバーのミッションの目的は現在や過去の生物の痕跡を探すことではなく過去に惑星上に液体の水が存在した証拠を探すこととされた2000年6月水路のような構造が見つかり現在も地下を水が流れている証拠とされた惑星の液体核近くまで沈降する地表深くを流れる水は 今日の生物の生息地を作ったと考えられた。しかし、2006年3月、月にも同じような水路上の構造が発見されたことが発表された。これは水の流れた跡だとは到底考えられ、2004年3月、NASA は探査機オポチュニティが火星は過去に濡れた惑星であった証拠を発見したと発表した。この発見により、 火星の過去の生命の存在に希望が生まれた。2004年1月、欧州宇宙機関は、マーズエクスプレスを用い、火星の南極付近で大量の氷の蓄積を直接的に検出した。2005年7月28日、エサは火星の北極付近で地表面の氷を撮影することに成功したと発表した。2006年12月、NASA は 火星の表面で洪水が起きていたことを示唆するマーズグローバルサーベイヤーからの写真を公開した。写真では水自体は直接見えなかったがクレーターや堆積物が変化し数年前まで水の流れがありもしかすると今もあるかもしれないことを示すこれまでで最も強力な証拠となった。地形の変化は水が原因だとする説に回帰的な科学者もいて 彼らは砂や泥など別の物質の流れでも似たような地形が形成できると主張した。軌道上の望遠鏡から得られたデータを用いた最近の火星の砂岩の分析によってかつて火星の表面に存在した水は塩分が高く地球で見られるような生命は存在できないことを示唆した。トスからは火星の水は水分活性が、o、0 7 8から0.86と 地球のほとんどの生命であれば死に絶えるほどのレベルであることを示した。しかし、高度高新をであれば、飽和点に達するまでの超高濃度の塩分溶液中でも生きることができる。2008年5月に火星の北極の平原に着陸した NASA の探査機フェニックスは地表面近くに氷の存在を確認した。これは探査機の掘作アームに付着した。 明るい色の物質が3、4日で蒸発し、亡くなったことで確認された。これは、屈削によって露出した表面付近の氷が、大気への露出によって消化したためと考えられている。2018年7月、イタリア国立宇宙物理学研究所等からなる国際天文学チームが、マーズエクスプレスの二千十二年から二千十五年にかけてのレーダー観測のデータから、 火星の南極の厚さ 1.5km の氷床の下に幅 20km にわたって水と見られる層が存在するとの論文を発表した。この地底湖はマイナス摂取70度と極めて低温ながら氷床の圧力と高い塩分濃度などにより液体の状態が維持されていると推測されている。研究チームは生命にとって厳しい環境ながら単細胞生物が生存している。 可能性があると述べている。火星の大気中の痕跡量のメタンが2003年に発見され、2004年に証明された。大気中にこのレベルで存在するためには、惑星上に供給源があるはずであり、この発見はとても興味を持たれた。火星は1年あたり270トンのメタンを生産していると見つめ、ジャモンガンのような地質が供給源になることも考えられるが、 現在は火星に活動中の火山、熱水噴出口、ホットスポット等は見られず、地質的な供給源は考えにくい。そこで、メタン菌のような微生物による供給の可能性があるが、まだ証明されてはいない。もし火星の微生物がメタンを生産しているとすると、水が液体で存在できるほどの高い温度がある地中、深くに生息している可能性が高い。 2005年2月、エサノマーツエクスプレスに搭載された全球、フーリエスペクトロメータが火星の大気中に痕跡量のホルムアルデヒドを検出したと発表された。PFS の責任者であるビットリオ・ホルミサーノは、ホルムアルデヒドはメタンが酸化された際の複生物であり、火星が実質的に活性であるか微生物の群集が存在することの証拠であると推測した。 NASA の科学者は、この発見は十分に検証する必要があると考えたが、生命の存在については否定的な見解を表明した。2007年5月、探査機スピリットは土に車輪がはまって動かなくなった。この場所には90%以上の豊富なシリカが存在した。この特徴は、温泉の水か火山からの蒸気の効果を連想させるものであり、 過去の環境が微生物の生育に適したものであったことが考えられた。シリカは水の存在下で土壌と火山からの酸性の蒸気が反応した結果生じたか、または温泉の水から生じたとする仮説が立てられた。ロンミラーによる火星の間欠泉の想像図暗いスポットの接近写真南極の表床が季節ごとに凍結という回を繰り返すことで、 一メートルの厚さの雲の巣のような放射状の溝が作られた。その後、二酸化炭素が消化し、地表内部で水の圧力が高まって、冷たい液体と玄武岩質の砂や泥の混合物の間欠泉のような噴出が生じるようになった。この過程は、数日、数週、数月の間隔で急速に進行し、火星の地質の中では異常な現象である。 ハンガリーの科学者のチームは、間欠泉の最も目立つ特徴である。暗いスポットや雲の素状の溝は、火星の光合成微生物の群集であり、冬の間は氷床の下に隠れ、春になると氷が溶けて光合成が始まり、すぐに周囲の温度を上昇させるという説を提唱した。通常は、火星の薄い大気中ですぐに蒸発してしまう。 少量の液体の水は氷を覆う微生物に取り込まれる。氷の層が薄いため氷が存在する間は微生物は灰色に見える。そして氷が完全に溶けるとすぐに乾燥して黒色に戻る。ハンガリーの科学者たちは消化の過程でも暗いスポットが急速に形成されることを説明するのに不十分であると考えている。作家のアーサー・シー・クラークは 彼らの発見を宇宙生物学の観点から研究する価値があるものと評した。ヨーロッパの多国籍の科学者からなるチームは、春季に雲の素状の溝に液体の水が存在すると仮定すると、ある種の微生物が太陽の放射から隠れることのできる裂け目が生じるはずであると示唆した。また、イギリスのチームも、このような地形が液体の水と、 地温勾配のエネルギーにより生じるのであれば、有機物や微生物、あるいは簡単な植物さえ生存できる可能性があると考えた。しかし、彼らは火星の地形構造のほとんどは、生物の存在を仮定せずとも説明できるとも、述べている。1965年、マリナー4号によって、火星には宇宙船や太陽光から生物を守る。 磁気圏は存在しないことが発見され、1990年代後半のマーツグローバルサーベイヤーによる観測で確認された。磁気圏がないことにより、数十億年にわたって太陽風が直接火星の大気に吹きつけていたと考えられている。2007年、宇宙船によるデオキシリボ核酸やリボ核酸の損傷により、火星の地下7.5メートルまでには、 生物が存在し得ないことが計算された。従って、もし火星に生命がいるとしても、今まで研究されなかった地底にいるということが確定した。火星上のフェニックス探査機の創造図2008年5月25日に、火星の極地方を遠隔ロボットで探査するフェニックスのミッションが開始され、2008年11月10日まで行われた。ミッションの2つの大きな目的は、 火星のレゴリスに微生物が生存可能な場所を見つけることと火星の水の地質学的な歴史を調べることであった。探査機はレゴリスに0.5メートルの深さの溝を掘ることができる2.5メートルの長さのアームを備えていた。また、レゴリスのイオンや酸化防止剤の量、種類を分析できる電気化学の実験装置を備えていた。バイキング計画のデータでは 火星上の酸化物は緯度によって種類が違うことを示唆し、バイキング1号よりも北を訪れた、バイキング2号では、極地方よりも低緯度の場所で酸化物の量が少ないことを観測した。フェニックスはさらに北に着陸し、フェニックスから送られた予備データによって、火星の土壌には火塩素酸塩が含まれ、それまで考えられていた以上に生物にとって厳しい環境であることが明らかとなった。 水素イオン濃度や塩分濃度のレベルは生物にとって害のないレベルであった。また、炭素によって結合水や二酸化炭素の存在も示された。ありがとうございます。